俺の名前はアツシ。実を言うと俺は赤松組の元組長なんだ。当時の俺は相棒の勝也と赤松組を引っ張り、ついに全国制覇をして伝説を残したのさ。その後、俺は勝也に組長の座を譲り、組を抜けたんだ。それから少しして、俺は親父の仕事の後輩だった寿司屋の大将から、親父の危篤を知らされた。俺は故郷の田舎に帰るも、待ち受けていたのは、衰弱した親父と医者からの余命宣告だったよ。それで、俺はいろいろと考えてしまって、お腹が減り、大将が働いている寿司屋へ向かった。この野郎、みかじめ料をよこせよ、これ。ええ、またですか？それは勘弁してくださいよ。寿司屋のドアを開けると、柄の悪そうな男が大将につかみかかって怒鳴っている最中だった。え？この俺に勘弁してくれだと？おい、おっさん、ちょっと順番が違うんじゃねえの？ええ、順番って何がですか？何の順番がですか？何言ってんだよ、おっさん。この前俺にみかじめ料くれたじゃねえかよ。あれは、あなたがレジからお金を抜き取ったんです。渡したのではなく、取られたんです。ああ、うるさ。おっさん、この世の中って結果主義なわけよ。わかります。はい、ちょっと何言ってるのかわからないんですけど。ああ、これだからバカは嫌なんだよな。言いたいことがあるなら、もったいぶらずにはっきりと言ってください。ええ。じゃあ言わせてもらうけど。はい。おっさん、レジから金を抜かれたのはお前の落ち度なわけ。だから被害者面すんな。ええ？マジ見苦しいんだわ。とりあえず、これ以上長引かせると他の若い衆も呼ぶけどいいの？その柄の悪そうな男がそう言った瞬間、大将の顔が一気に青ざめていった。そうして大将はレジからお金を数万円取り出し、これで勘弁してください。と言って、その柄の悪い男にそのお金を渡し、頭をものすごく深く下げたのだった。なんだよ。俺の話ちゃんとわかんじゃん。見直したよ、おっさん。ほんと、すっとぼけやがってよ。そして、そう言い終わった次の瞬間、その柄の悪い男は大将を睨みつけ、こう怒鳴った。マジさっさと金よこせよな。ほんと、いつまでもいつまでも俺に口答えして長引かせやがって。すみませんでした。大変申し訳ございません。男があまりにも強い口調で大将に怒鳴ったため、大将は恐怖してそう言うばかりだった。正直な話をすると、大将の寿司を握る腕前は一級品だし、接客態度だっていい。それは大将が努力家で、人に優しくできる人だからに違いなかった。だから俺は、そんな素晴らしい大将のことを踏みにじる行いをする男にムカついたんだ。そのため俺は、その失礼で柄の悪い土底辺とも言えるその男に、こう怒鳴ってやったのさ。おい、何をやってるんだよ。そしたら、その柄の悪い土底辺野郎は、俺の方へと振り向き、俺のことを鋭く睨みつけてきた。なんて生意気で性格の悪い野郎だろうかと俺は呆れ、思わずため息が出そうになったよ。しかし、この土底辺な野郎は俺のそんな心情も知らず、俺に負けじとこう怒鳴ってきたのさ。うるせえな。てめえには関係ねえだろうが。しかもそうやって逆上して怒鳴るだけではなく、なんとその男は俺に拳を振り上げてきたのだ。しかしながら俺は反射神経が超良かったので、男のその拳をギリギリのところでかわせた。だが突然の出来事だったので、俺はバランスを崩して尻餅をついてしまったんだ。痛えな。ほんとマジで何なんだよ。床に転倒した際に生じる鈍い痛みが全身に伝わり、俺の表情が少し歪んでしまう。
するとその男は尻餅をついた俺を見て勝ち怒ったかのように高笑いをし始めたんだ。で、なんだよその様はよ。本当間抜けすぎて見てらんねえんだけど。うるせえ。とりあえず気が済んだんならさっさとここからいなくなりやがれ。ああ、てめえうるせえんだよ。ってあれ？男はそう言うと俺の顔をまじまじと見つめてきたんだ。そしてその男は俺に再度勝ち怒ったかのようにこう言ってきたのさ。ずいぶんと落ちぶれたものですね、アツシ先輩。そしてその男は続ける。かつては全国制覇まで成し遂げ伝説の男と呼ばれていたアツシ先輩がまさかこのざまとは。どうやらこの男は俺が赤松組の組長だった時のことを知っているらしい。しかもこの男はもう過去の栄光だが元組長であるこの俺を愚弄することを躊躇しなかった。なぜ、どうして俺がこんな柄の悪い野郎に愚弄されなければならないのかと俺は何度も心の中で繰り返し思っていた。そのため俺は悔しさで表情を歪ませるも、この男に言い返すのはやめようと思ったんだ。なぜなら今の俺がこの柄の悪い男に何を言っても仕方がないと思ったからだ。そしてもっと言うと、今の俺が何を言っても負け犬の遠吠えと受け取られると思った。きっとそうに違いないと俺は考え、だからこの柄の悪い男に俺は言い返さなかったのだ。だけど俺は悔しすぎて思わず拳を握りしめ、その拳を床に思いっきり叩き落としてしまった。店内にはその衝撃音がやけに響いてしまい、大将がものすごく驚いてしまったよ。俺としたことが逆に大将を驚かせてしまうとか、なんてことをしているんだ。と俺は思い、思わず深いため息をついてしまったよ。そんな俺を見て、柄の悪い男は俺にまた勝ち怒ったかのようにこう言ってきたんだ。組長に厚志先輩が落ちぶれてたって伝えますね。どうやらこの柄の悪い男はヤクザらしい。俺は悔しくて再度、床に拳を叩きつけてしまう。柄の悪い男はそんな俺を見て満足したのか、高笑いをしながら店から去っていった。久しぶりに喧嘩をふっかけられたから、尻餅をついちまったよ。俺としたことが情けねえ。俺がそう言って独り言を言っていたら、大将は俺に質問をしてきたんだ。あの柄の悪い男と厚志さんはお知り合いなんですか？ええ、ちょっと昔のつながりで。ところであの柄の悪い男はよく来るんですか？はい、あの柄の悪い男はヤクザの人みたいで。なるほど。それで定期的に店に来てみかじめ料を取ろうとしてくるんです。大将は悲しそうに続ける。ですから本当に困っていて。なのでアツシさん、極道と戦える人いませんか？それはつまり用心棒になる誰かを紹介してほしいってことです。そうですね。なるほど。力になれるかはわかりませんが、実を言うと俺は続ける。一応元組長ですが。そうだったんですか。アツシさん、どうかこの寿司屋をあの男から守ってもらえませんか？いいですよ。大将の力になりたいから協力しますし、みかじめ料を取るのもやめさせます。ありがとうアツシさん。俺が協力することになり、大将と大将の周りにいた従業員はとても嬉しそうだった。それから数日後、俺の携帯に寿司屋の従業員から、みかじめ料の取り立てが来た。と連絡が入り、俺はすぐに寿司屋へ向かったんだ。そして俺が店に入ると、ヤクザらしき男が大将にみかじめ料を取ろうとしている最中だった。そのヤクザらしき男は俺の方に背を向けていて顔がわからない。そうして俺はそのヤクザらしき男にこう怒鳴ったんだ。おい、
大将からみかじめ料を取るのはやめろ。そうしてそのヤクザらしき男は俺の怒鳴り声に反応し、ゆっくりと俺の方へ振り向いたんだ。しかし俺はそのヤクザらしき男の顔を見て愕然とせざるを得なかった。そして俺は今目の前にいる人物が本当にそうなのかを確かめるべくしてこう言ったんだ。お前、もしかして本当にあのカズヤなのか？するとそのヤクザらしき男は動揺している様子を見せることなく俺にこう言ったんだよ。ああ、そうだよ。ずいぶんと久しぶりだな、組長。いや、今のアツシじゃただの一般人でしかないよな。そう言うや否や、俺の相棒だったカズヤは俺をバカにした表情を浮かべ嘲笑してきたんだ。まさかあのカズヤが俺にこんな態度を取る日が来るだなんて思いもしなかった。俺は今目の前にいるカズヤのその行いを信じることができなかったし、信じたくなかったんだ。それくらい俺はカズヤのことを信用していたし、心を開いている存在だったんだと思う。だからこうしてカズヤにバカにされたことで食らった衝撃は果てしなく凄まじいものだった。そのため今目の前にいるカズヤは本当にあのカズヤなのかと何度も自分の目を疑ったよ。だけど残念ながらその目の前にいるカズヤは紛れもなくかつて相棒だったカズヤだったんだ。それで俺はいろいろとやりきれなくなって、気づいたらカズヤの瞳をじっと見つめ続けていた。そしたらカズヤと共に赤松組を引っ張って全国制覇をした時の思い出が蘇ってきちまってさ。だからその思い出のせいで共に伝説を作ったかつての相棒の瞳から目をそらしたくなった。まさか俺がこれから戦わねばならぬ相手のことで心をかき乱されるとは思わなかったよ。それで俺は元組長だった俺をここまで動揺させる勝也のことをただものではないなと思った。そもそも俺が初めて和也と会った時、その時から和也は妙に迫力のあるやつでさ。だから当時の俺も和也に対してこいつはただものではないなと思っていたというわけ。だが今の和也はその当時の倍、いや数百倍は凄みが増している気がしてならなかった。一体こうなるまでの間、和也に何があったのかと事細かく問いたくなるくらいだ。もしかして俺が組長の座をカズヤに渡したからカズヤはこうなったのだろうか。それに立場が人を作るというし、ひょっとしてカズヤがこうなったのは俺のせいかもしれない。俺はそうやっていろいろなことを考えるも、ふと視界に入った大将の表情に俺の意識は集中する。なぜならその時の大将の表情はとても心配そうなものだったから。大将の立場からすると、またみかじめ料を取られるのではと不安で心がいっぱいなのだろう。そんな大将の気持ちを俺は察し、そもそも俺が大将に協力した理由を再度思い出したんだ。そうだ。俺はいつもこの店で頑張って働いてくれている大将だからこそ協力したんだよ。俺はその大事なことを強く思い出し、今は大将のために頑張って行動しようと思ったのさ。残念ながら、もう勝也は相棒でも仲間でもなく、立ち向かわなければならない相手なんだ。俺はその受け入れがたかった事実を何とか受け入れ、勝也のことを睨みつけたよ。俺がそうしたら、勝也も戦闘態勢に入ったみたいで、勝也も俺のことを睨みつけていた。それで俺はカズヤに結構強めにこう言ったんだ。みかじめ料を大将から無理やり取るなんて、そんなやり方をして恥ずかしくないのか。するとカズヤは俺のその言葉を聞くなり、ふっと嫌味たっぷりな笑みを浮かべたんだよ。そうしてカズヤは俺のことを嘲笑しながらこんなことを言ってきたんだ。恥ずかしくはない。この世は金だ。何が悪い、アツシ。お前随分と丸くなったな。みっともないな。
和也はそう言い終わると店内に響き渡るくらいの盛大な高笑いを俺にしてきたんだ。明らかに和也のその行いは俺をバカにするためにやっているとしか思えなかったよ。それに自分の利益のためなら大将の売り上げを横取りすることさえも厭わない。俺はそんな卑しい考えを持つようになった変わり果てた和也に呆れるばかりだった。だけれども和也はそのひん曲がった自分の考えを曲げることはしそうにない様子だったよ。俺はそんなずうずうしい和也を見て、なんてやつになっちまったんだろうかと思い、ため息をつく。しかしながら和也は悪びれる様子すらそのまま見せることはなく、俺にこう言ってきたんだ。アツシってさ、和也が明らかに俺をバカにしてきている感じが嫌というほどに伝わってきた。だけどここで引き下がったり言われっぱなしになるのは元組長の俺のプライドが許せない。だから俺は負けじと和也に強めにこう言い返してやったんだ。なんだよ、言いたいことがあるならはっきり言えよ。和也、お前そういうところがめめしいよな。そして俺はそう言い終わると、和也に余裕たっぷりの嫌味っぽい笑みを浮かべて反撃した。すると和也は俺のその反撃がまあまあ効いてしまったのか、悔しそうな表情を浮かべたよ。正直、俺はそんな和也のみっともない表情を見ながら、じゃあまあ見ろと心の中で思っていたよね。そうしたら和也は、俺に相当ムカついていたのか、この俺にこんなことを言ってきやがったんだ。実を言うと俺ってさ、アツシが赤松組にいた時からアツシのことが本当は嫌いだったんだよね。和也はそう言いながらとても意地の悪い笑みを浮かべていたので、きっと本音なのだろう。だけど俺はまさか俺が組長だった時から和也にそう思われていたとは知らなかったんだ。そのため俺は和也にそんな衝撃的発言をされた瞬間、とても大きなショックを受けたよ。しかし全国制覇という伝説を残した俺がこのまま言われっぱなしなのは納得がいかない。だから俺はまた負けじと和也に強めな口調で言い返す。だからなんだよ、和也に嫌われていようが俺にとっちゃ何でもねえけど残念だったな。俺はそう言い終わると、大人の余裕たっぷりの笑みを浮かべて、和也にドヤ顔してやったよ。そしたら和也にはその攻撃がものすごく効いてしまったみたいで、和也は顔を真っ赤にした。おいおい和也、なんだよその顔。赤色に変色しすぎてまるでタコだな、このタコ野郎が。と、俺は真っ赤な顔をした和也を見て、心の中でそう思いながらほくそ笑んでいたんだよ。だけれども、和也は俺と同様に言われっぱなしでいるのが我慢ならないタイプなんだ。だから和也と俺の戦いは、和也が顔を赤面して終了という平和的解決に落ち着くわけがない。もう、そんなことは誰が見ても明確だったし、俺も和也もそこら辺に関しては理解していた。だからこそ和也は俺にもっと精神的打撃を加えようと考え、こんなことを言ってきたんだ。繰り返し何度でも言わせてもらうけど、俺はアツシのことがものすごく本当に大嫌いなんだよ。ふん、そんなこと一回でも言われれば誰だってもうすでに理解しているに決まってんだろうが。はあ、アツシ、てめえいい大人のくせに何強がってんだよ。マジみっともねえんだけど。みっともねえのはどっちだよ。てめえこそいい大人のくせに、みかじめ料なんか取りやがって。ああ、うるさ。俺、アツシのそういう真面目ぶったところとか、正論振りかざすとこがマジで無理。ふん、なんとでも言え。だいたいてめえのその幼稚な考え方を聞いてると吐き気がする。はあ？アツシのくせに俺に口答えすんなよ。アツシはもう一般人。俺は組長なの。そこ理解しろよ。へえ、そりゃ失礼しましたね、組長さん。でも、ああ、てめえまだ言いたいことがあんのかよ。でもってなんだよ、この一般人野郎が。うるせえな。でも今の和也についていくやつなんているのかって言いたかっただけだよ。
俺がそう言うや否や、カズヤは俺をしかと見て大笑いをし始めてきたんだ。まったくこいつは一体何なんだと俺は思ったし、深いため息をつきそうになったよ。それでカズヤは十分に大笑いしきって満たされたのか、俺にこんなことを言ってきやがった。別に、そもそも俺についてこない奴はいらないし、必要ないから問題ないんだが。はぁ？てめえ仲間を何だと思ってやがるんだ。なんだよその言い方はよ。俺はカズヤのその身勝手極まりない自己中心的な考え方にイラつき、拳を思わず握りしめた。しかしカズヤは俺のそんな心情を知ってか知らずか、こんなことまで言ってきやがったんだ。そもそも俺は組長になった途端、アツシが可愛がっていた部下を淡々と破門していったんだよね。俺はカズヤがそう言った瞬間、まるで雷に打たれたかのような衝撃が体中を駆け巡った。おい、今お前なんて言ったんだ？だから、アツシが可愛がっていた部下を淡々と破門していったんだって言っただろうが。どうやら俺の聞き間違いではなかったことがそこで発覚し、俺は愕然とせざるを得なかった。俺はショックで動揺を隠しきれず、握りしめていた拳がカズヤへの怒りで震えていたんだ。でも俺は頑張ってカズヤにこう質問してみた。なあカズヤ、なんでカズヤは俺が可愛がっていた部下を破門したんだ？そうしたらカズヤは意地の悪い笑みを似たーと気味悪く浮かべて、俺にこう言い返してきた。そんなの、俺がアツシのことを嫌っているからに決まってんじゃん。マジでいちいち言わすなよ。は？おい、てめえそれマジで言ってんのかよ。なあ、自分が何言ってるか分かってんのか。俺はそう言いながら、頭の中でかつて可愛がっていた部下らの顔が次々と思い浮かんできた。それくらい俺にとって部下たちというのはかけがえのない存在で大切だったんだ。だけど今、俺の目の前にいるこの勝也という最低な奴は、人の心を忘れているらしい。そもそも赤松組を破門になった後輩たちは今、どうしているのだろうか。俺は今度は、そっちのことまで心配になってしまい、気が気ではなかったんだ。そうやって俺が明らかにめちゃくちゃ動揺していると、勝也はこんなことを言ってきた。別に俺はもう赤松組の組長なんだから、外野の厚氏は一生黙ってろよ。もうお前に権限ないし。カズヤのその容赦のない真実をしっかりと含んだ鋭い言葉に、俺の心は深く傷ついた。確かにもう俺は赤松組とはもう関係のないただの一般人でしかない。本当にそれは明確な事実だったから、俺はそのことに対して否定することさえできなかった。その歯がゆさや悔しさが俺の全身を駆け巡るような感覚に襲われ、俺は強く拳を握りしめる。そんな俺の心情を汲み取ることさえきっとできないカズヤは遠慮なく俺にこう言ってきた。俺は赤松組の方針も変えたし、気に入らない後輩は育てずにすぐ破門にするようにしてんだよ。てめえ、なんてことをしてくれたんだ。俺はカズヤのそんなやり方に我慢できず、気づいたら握りしめてた拳を床に振りかざしていた。カズヤはそんな俺を見て嘲笑するばかりだったけどな。おお、怖い怖い。さすが厚志組長、いや元組長か。やることが常軌を逸しててやばすぎますね。だけど俺は嘲笑され続けるのも性に合わない太刀だったから言い返してやったんだよ。カズヤ、今のお前ってまるで殿様だな。俺の冷たい言葉にカズヤは一瞬で嘲笑をやめ、また俺を睨みつけてきやがった。ああ、何を言いたいんだよ、アズシ。ああ、言ってやるよ。耳の穴かっぽじって心して聞きやがれや。ああ、アズシのくせに生意気なんだよ。てめえ望むところだよ、この野郎が。ふん、じゃあ言わせてもらうけど、カズヤ、お前さ。そう言って俺は続ける。やり方が自己中すぎるんだよ。
本当殿様というよりバカ殿といった方がふさわしいだろうな。俺がそう言うなり、カゼはすごくムカついたのか、また顔を真っ赤にして俺に激怒してきたよ。誰がバカ殿だよ、ふざけんな。ふん、カズヤ、お前ってそうやってまたブチ切れるのを繰り返して本当に進歩がねえよな。ああ、どういうことだよ。わからないみたいだから俺が直々に教えてやるよ。ああ、いいぜ、言ってみろや。なあカズヤ、この寿司屋はちゃんと売り上げがあるし繁盛してるんだ。なぜかわかるか。ああ、そんなの俺が知るわけねえだろうが、くだらねえ話してきやがって。じゃあ教えてやる。この寿司屋の大将は周りの人を大切にしているから店が繁盛してんだよ。それでだから何なんだよ。だから勝也、お前は今のままだといつか周りから見限られる可能性だってあるんだぞ。ああ、そんな大げさなことを言って、別に人なんて大したことないだろうが。いや、人の力は膨大だし無限大だぞ。そうやって人のことを舐めていると天罰が下るんだ。ふん、新手の脅しかよ。マジで天罰が下るとか言ってくる時点で信憑性ないし、マジで寒い。その様子だと、カズヤは俺の助言に耳を傾ける気持ちなんてこれっぽっちもないみたいだな。そうだよ。それに人より金の方が価値があるし、人なんていくらでもいる。それが現実だろう。カズヤはそう言って満足げに嫌味たっぷりな意地の悪い笑みを浮かべ、殿様を気取った。俺はそんなカズヤのあり方や考え方を見て、とてつもないイラつきを覚えていたよ。それに俺は今まで仲間や絆をとても大切にしていたから、カズヤの変わるように愕然とした。そんな俺だからこそ今のカズヤの自己中心的なやり方に怒りがこみ上げてしまうんだろう。それで俺は怒りのあまりカズヤに自分の拳を振り上げそうになってしまいそうになった。だがしかし、俺は大人な考え方ができる人間だったため、何とかしてその衝動を我慢する。だから俺はカズヤに拳を振り上げる代わりにこう怒鳴ったんだ。とりあえずみかじめ料を取るのはやめろ。大将が困っているだろうが。俺がそうやって力強く怒鳴るも、カズヤは意地悪な笑みを浮かべてこう言ってきた。いやだね、誰がみかじめ料を取るのをやめるかよ。俺にとって損でしかないし。俺はカズヤの自己中心的なその言動にまたさらにムカつき、両手の拳を握りしめる。するとカズヤは俺の両手の握り拳を見て、挑発気味にこんなことを言ってきやがったんだ。まあでも、俺との喧嘩でアツシが勝ったらみかじめ料を取るのをやめてやってもいいぜ。そしてカズヤは続ける。まあ俺と戦ったところでアツシが負けるのは目に見えているけどな。さすがにカズヤのその言動を聞いて、堪忍袋の尾が切れた俺はカズヤにこう言ってやったよ。望むところだ。そうして俺とカズヤの拳と拳の喧嘩が始まり、俺とカズヤは交互にジャブを打ち合う。正直俺とカズヤの動きはほぼ互角とも言えた。ふん、やるじゃねえかカズヤ。まあね。ところでアツシ、なんでお前組長辞めたんだ。もしやおじけづいたのか。そんなわけねえだろ。俺はちゃんといろいろ考えて組長を辞めたんだよ。へえ、具体的に言うと。当時の俺はずっと目標だった全国制覇を達成してからは次の目標が見つからなかったんだ。はあ。それで俺は日々をなんとなく過ごしていたが、いつからか安定した日々に退屈を感じ始めてた。あっそ。それにヤクザの業界は年々衰退する一方で、俺がこれ以上組を成長させられるか不安だった。なるほど。そして俺には難しいだろうと考え、相棒だったお前に赤松組の組長の座を譲ったんだよ。へえ、そうかよ。そして組を抜けた後、貯金で生活する日々を送っていた。そりゃお気楽な生活だな。ああ、
組を引っ張っていく責任から解き放たれ、俺は気楽な生活を楽しんでいた。初めのうちはしばらくすると、その生活を単調と思うようになり、そんな日々に飽きが来ちまったんだ。そりゃご愁傷様で。正直、気楽な生活を単調に感じる日が来るなんて思いもしていなかったよ。へえ。それに、こんなことなら赤松組の組長のままでいればよかったと後悔すらし始めていた。ふーん、ずっと後悔してれば。ところでなんで今、アツシってこんな遠い中に住んでるんだ？この店の大将から、親父が危篤だって連絡が来て、いろいろと考えさせられたからだな。いろいろって何がだし？今、俺が大切にするべきなのは家族じゃないのかって、いろいろと気づかされたんだよ。へえ、親孝行していい人面しようってか。そうじゃない。それに、俺の母親はすでに亡くなってるし、医者からは余命宣告をされたんだ。余命宣告って、アツシの親父の？そうだよ。もう年も年だから、そんなに長くないだろうって医者に言われた。親父衰弱してたし。そりゃご愁傷様だな。それで？俺は両親に可愛がられて育った。でも衰弱している親父を見て、俺は親孝行できてない気がした。まあ、ヤクザの組長やってた奴が親孝行できてるとは言えないよな。ああ。だから俺は親からもらった愛情を果たして恩返しできているのかと思い悩んだりもした。ええ、そうかよ。俺の親父はかつて寿司屋を経営していて、大将として日々寿司を頑張って握っていたんだ。あっそう。俺の母親はその店で飯炊きや皿洗いや掃除をしていて、両親はお客さんのためによく働いてた。ああ。それに親父は俺と母親のために寿司を握ることもあってさ。あの時の親父はたくましかったな。そうかよ。その後、親父は寿司屋を今の大将に譲り、年金生活をしていたところ倒れたんだ。それはご愁傷様。正直、俺は痩せ細った体で入院している親父を見て心がぎゅっと締め付けられたよ。ほん。なあ、カズヤ。なんだよ、アツシ。俺がこんなに両親のことをよく考えてるのに、カズヤのその仲間への身勝手さはどうなんだ？別に、俺はどうも思わないね。俺はこのままのやり方でやっていく。そうかよ。残念だ、カズヤ。好きあり！俺はそう言った瞬間、カズヤにストレートパンチをお見舞いしてやった。そして見事に俺のパンチはカズヤにクリーンヒットし、カズヤは床に倒れたよ。あと、実を言うと俺はヤクザになる前はプロボクサーをしていたんだ。しかし、怪我で選手生命を絶たれ、それで俺はやけになってヤクザの世界に入った。それに対してカズヤは学生時代から根っからの不良で喧嘩で負けたことのないタイプ。そうしてそのままの勢いでカズヤはヤクザの世界に入っていったのだった。つまり俺もカズヤも喧嘩が強いタイプだったのだ。そのため勝負は互角かと思われたが、元プロボクサーの意地もあり、俺がカズヤに勝ったというわけ。そして俺はシャツを脱ぎ、鍛え上げた筋肉をカズヤに見せつけてこう言った。プロを舐めんなよ。でもそれだけでは言い足りず、俺はカズヤにとどめのセリフもお見舞いしてやった。筋肉は日々トレーニングをしていたら必ずつく。筋肉はお前と違って俺を裏切らないんだよ。なんだよそれ。アツシ、てめえ覚えてろよ。もうそれ以上強がるのはやめたらいいんじゃないか、カズヤ。はあ、何のことだよ。赤松組の組員はもう残り少ないんだろう。俺は続ける。カズヤが自己中心的なことばかりするから、組員が辞めていってるって聞いてるぞ。なんでそのことを知っているんだ。俺の可愛い後輩たちが教えてくれたんだよ。あいつら、余計なことをアツシに言いやがって。それに、組長が直々にみかじめ料を取りに行くなんてあんまり聞かねえぞ。俺は続ける。もしかして、組長であるお前がみかじめ料を取りに行かないといけねえくらい。俺はさらに続ける。
今の赤松組って少人数で形成されてんの？どうやら和也は図星だったようで、さらに悔しそうに表情を歪ませる。アツシ、お前覚えてろよ。ふざけんなよ。和也は半泣き状態でそう言い、逃げ出すように寿司屋から出て行ってしまった。俺はそんなみっともない和也にこう言ってやったよ。おととい来やがれ。そしたら大将と他の従業員が俺に、すごい、かっこいいと言って拍手をしてくれてさ。それで俺は、こりゃ参ったな、と言って思わず照れ笑いをしたよ。それから数ヶ月後、俺はニュースで赤松組の組長が警察に解散届を提出したことを知った。和也の自己中な行いのせいで赤松組は成り立たなくなり、解散することになったのだ。そして数日後、俺の携帯に和也から連絡が来て。お願いだ、助けてくれ。なあ、アツシ、俺に何でもいいから働き口を紹介してくれよ。と言われた。でも俺は、知るか、自分で何とかしろ。と、和也に言って電話を切ってしまったよ。その後、俺は大将に頭を下げてこう言った。俺を雇ってください。はじめは雑用とか用心棒とかそういうのからでもいいので。俺は続ける。俺は両親に恩返しをしたいんです。立派な寿司職人になりたいんです。そして俺はさらに続ける。だからお願いです。この寿司屋で俺を修行させてください。すると大将は涙ぐみながら、君なら立派な寿司職人になれるよ。なぜなら君はあの立派な大将の息子さんなんだから。と言って、俺の肩に優しく手を置いて、俺に微笑んだ。他の従業員も、アツシさんなら立派な寿司職人になれますよ、応援しますよ、と言ってくれてさ。そして俺は大将と固い握手をし、これからよろしくお願いします、大将、と言い、俺は大将に寿司職人になることを誓った。その後、親父のお見舞いに行った俺は、親父にこう言ったんだ。俺、父さんみたいな立派な寿司職人になる。そしたら、親父は俺の言葉に感動したのか、涙ぐみながら。母さんもお前のことを天国から応援してると思うぞ。と言ってくれた。俺はそんな親父にこう言ったよ。俺、父さんと母さんの息子でよかったよ。そして俺は続ける。遅くなったけど、これからは父さんにたくさん親孝行させてほしい。そうして俺は親父と固い握手をしたのだった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。